プログラムチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。山浦です。人事グループの桐生と申します。桐生さん、今日は面接やってみたみたいな企画、今のこの、社員が今の面接の基準受けてみたらどうかみたいなのをやる企画ということで、はい、おっしゃる通りです楽しみだね、どんな感じなのか。今基準結構高くなってるって聞きましたけど、面接の採用基準が高くなってますね。高くなってる、高くなってます。今受けても落ちちゃうじゃないかって大丈夫かな、落ちちゃう、大丈夫、落とされちゃう、大丈夫、可能性あるかもしれないです今のメンバーどうだろうね、これからね、3人やりますけどね。そうですね、第一線で活躍してる3人ですからね、今日は全員落としてやる じゃあまずお一人ずつ自己紹介していただければと思いますので、じゃあ鴨崎さん。はい、鴨崎まみと申します。前職は管理栄養士の資格を生かして、はい、美容系のちょっとサロンでカウンセリングを行っておりまして、はい、入社1年頃には、ちょっと新しい店舗の立ち上げマネージャーを行ってきて、今もちょっとやっていたんですけれども、また新たなちょっと道に進みたいなと思いまして、本日参りました。よろしくお願いいたします。お願いします。なるみさん。はい。私、なるみかほと申します。前職は美容サロンへ主に営業しておりました。管理栄養士の資格も持っているってことで、御社でお役に立てるんじゃないかと思いまして、志望させていただきました。本日よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。増田智弘です。前職は、私は美容系のメーカーだったりとか、あとはサロン様に向けて卸しているメーカーで働いておりまして、主に新規を任されておりました。なので、こちらのプロラボさんでも新規開拓っていうところは重要になってくると思いますので、ぜひお力添えしたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんにちょっと別のご質問なんですけれども、今日プロラボホールディングスの選考に来ていただきまして、皆さんがプロラボホールディングスを希望していただいた理由、どういった思いで今日来ていただいているのかというところをちょっとお伺いしたいんですけれども、増田さんからいかがですか。はい、僕以前も美容メーカーで働いてたというところもありますし、そこのやっぱりサロン様のお力添えしたいというところと、あとはプロラボホールディングスのやはりデザインですね。プロラボのロゴがもう寝ても寝ても忘れられなかった寝ても忘れられなくて、もう寝ても寝ても忘れられないので、もうもし入社した暁には背中にあれをタトゥー彫りたいなと、もうそのぐらいちょっと印象的な、ずいぶんカラフルなタトゥーよろしくお願いします。ありがとうございますじゃあ野口さん、いかがですか。はい、私は御社の、企業理念、経営理念にかなり感銘を受けまして志望させていただきました。それも、仕事を通して人格を高めるっていったところ、あとは、健康寿命の延伸っていったところに、かなり感動しまして、その理由が、私前職美容サロンで営業ということだったんですけれども、もともとその管理栄養士の勉強をしている時に、病院実習とかでですね、栄養指導をしたいなと最初は思っていたんですけれども、実は病気になった後のカウンセリングとか食事指導でかなり、その場面を見て心苦しくなってしまったっていう経験があって、その専門職を生かすのをやめたっていう経緯がございまして、はい、なのでこの度は御社のような会社を見つけることができて、ぜひ私の知識とあとはその御社の企業理念にかなりお役立てしたいな、私の力を生かさせていただきたいなと思って志望させていただきました。あ
ありがとうございます。以上です。グーの音も出ない。何も言えないです。タトゥーと。最後、鴨さん、はい、よろしくお願いします。私もあの管理栄養士の資格を持っておりますので、あの実習とかでもやっぱりちょっと被るところはあるんですけれども、病院の実習も管理栄養士といえば私は病院だと最初思っていたので、それを生かすために実習も病院しか行かなかったんですね。でそうするとやっぱり病気になられてしまった方とか、あとはその食事指導をすごくなんか嫌がって受ける方が多くて、あなたのためを思ってるのに嫌がられてしまってはちょっとこれが日々続くから辛いなと思っていた時に、で母もちょっと美容系だったっていうことがあって、ちょっと健康と美容っていうのを絡めた職を探しておりまして、なんかこのサロンには綺麗になりたいとか健康になりたいっていう方が多くいらっしゃるとのことで、さらにこうなんかどんどん新しく店舗が増えているということで、ちょっと今入社させていただければ、私もちょっと中枢に入り込むことができるんじゃないかと思って、中枢ね、はい、すごいですね。あのなのでちょっと前職とかの経験を生かして、あのいち早くちょっと成長をしてお力添えさせていただければなと思いまして、ちょっと志望させていただきました。なるほどですね。ありがとうございます。皆さん明確なね、明確ですね。さすが、タトゥーも。例えばいつぐらいにそうですね、まあ、あの入社させていただいた暁にはもうすぐに入れ始めたいなと思ってます。色もちゃんと入れていただいて、はい、あちなみにどこにもう背中一面にうちパテは禁止なの、禁止ですね。そしたらやっぱりやめさせていただいて、はい、まあでも皆さん明確なね理由があるっていうことで、なんかそのプロラボ入ったらこうなりたい、こうやっていきたいみたいな、こう野望みたいな野心みたいな分ちょっと聞かせていただけると。じゃあ増田さんから。はい、ありがとうございます。まずはそうですね、プロラボに入社させていただいたら、まずはトップ営業マン、ナンバーワン、一番売る営業マンになりたいなっていうのがあります、うん、そしてその先にはまああのグループ会社だったりとか、うん、子会社もプロラボさんたくさんあるので、そこの社長なんかもやらさせてもらえるぐらいの野望を持って入社したいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、川崎さん。はい、私が入社させていただいた暁にはやはりこう、まあ、今大きくなっているというところもありまして、こうすごくこう商品についてやっぱり一番詳しいスタッフになりたいなっていうのと、商品に一番こう愛を持って接することによってやっぱりこの一番売るカウンセラーになりたいなっていうのと、うん、あとはやはりこう拡大していくっていう中で組織を大きくしていかなくてはいけないので、ゆくゆくはこうエリアの持つモテるようなマネージャーだったりとか、ちょっと言われたらどこにでも飛んでいけるようなフットワークの軽い、あのもう会社の求めるような人材になりたいと思っています。なるみさん。はい、ありがとうございます。前職の営業経験を生かして、やるからには御社で一番のトップ営業マンになりたいと考えております。任された仕事を何でもこなして、そうですね、御社のその経営理念にも、そうですね、お手本となるような、規範となるような社員になりたいなと思います。素晴らしいです。素晴らしい。なんかご自身をご自身の性格とか特徴を表すような、なんかエピソードか、まあ長所短所みたいなところってちょっと一人ずつ教えていただけますか。成美さんから。はい、私の性格を一言で表すと、物に例えるとひまわりだなと思っております。ひまわり、はい、あー遠いな、確かにね、入った時からちょっと、はい、あ、本当ですか、ひまわりだな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、夏生まれっていうこともあるんですけれども、それだけじゃなくて、いつも前向きにポジティブに行動することができるのが、はい、私の性格だと、長所だと思っておりますので、その性格を存分に伸ばして今後も生きたらなと思っております。はい、はい、じゃあ川崎さん。はい、私の長所としては何でも長続きするところかなと思っておりまして、本当に一度辞めたら本当に辞めなきゃいけなくなるまでは今までも辞めたことがなくって、例えばその
習い事とかでも15年ぐらいこうピアノをずっと続けてきて、社会人というきっかけでちょっと辞めたりとか、あとはちょっとアルバイトとかも今まで2つ経験をしているんですけど、どっちも、まず一つは7年間高校1年生から大学4年生まで同じアルバイトを続けて、もう一つも途中から始めたんですけど、卒業の手前まではちょっと続けさせていただいたので、何でもこう波はあるかなと思うんですけど、そこでこう諦めずに何でもこう長続きさせるというところが私の長所かなと思います。はい、じゃあ増田さん。はい、ありがとうございます。まあ、一言で性格を表すと太陽かなと思っております。はい、皆さんこう明るく照らして燃え上がる、温めてっていうのは太陽かなと思っております。はい、で、まあ、エピソード的な長所のところでいきますと、まあ、僕自身も幼稚園からもうサッカーを26歳までちょっとやらさせていただいてたので、20年以上サッカーをやってきました。なので、まあ、忍耐強さだったりとか、まあ、ある程度の理不尽だったりとかにも耐えるようなメンタルはもう兼ね備えておりますので、何か御社にもそれを生かせたなと思っております。はい、素晴らしい。太陽とひまわりですね。バッチリですね、条件は。ひまわりが大きくなるんですね。そうですね。そうですか。皆さん、なんか尊敬する人とかいらっしゃいます？誰でもいいんですけれども、なんか今までの人生で出会った方でも結構ですし、歴史上の人物でも結構ですし、皆さんが、まあ、こういう風になりたいとか、こういう人に憧れるみたいな方もしいれば、増田さんどうですか？あ、そうですね、やはりサッカー界のキング三浦知良選手なんかは憧れますね。やっぱりあそこの年まで本当にこうずっと現役でバリバリやってるっていうのはもう本当にすごい鋼のメンタルだなとは思いますので、あと成長意識がやっぱり高いんじゃないかなと思っております。あ、なりたい。なりたいですね。僕もキングマスに。キングマスね。なりたいですね。はい。なんでキングマスになりたいですね。はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、川崎さんですか？はい、ちょっとありきたりな話になってしまうんですけど、はいはいはい、私は本当に両親を尊敬しておりまして、特にこう、母、まあ、父も母がいなければこの家はもうまとまっていないと言っているぐらい、結構その私3人姉妹なんですけど、兄弟がこう家でちょっとダラダラとしていても、母はこうそれを見てここが安全な空間だと思ってくれてることが嬉しいっていうぐらいにすっごく寛大な心を持っているので、こう私も誰に対してもちょっと包み込めるような、太陽とまではいかないんですけれども、包み込めるような人になりたいなと思って憧れております。ありがとうございます。ご両親、ラムサさん。はい、ありがとうございます。私恥ずかしながら今まで憧れてる人とか憧れの人っていう存在がいなかったんですけど、御社を見つけて、御社の会長の、はい、佐々木会長の、本を、読ませていただいて、でもうかなり苦労されたっていう経緯とか、あとお人柄とかも伝わってきて、そこにかなり感動してしまって、初めて憧れの人ができたかなっていうふうに思っております。はい、かなりいろいろ調べてもらって、はい、本も読まれて、はい、今日来られたってことですか？その通りでございます。ひまわりですよ。本当ですね。太陽両脇に挟んでひまわりで、なるほどですね。ありがとうございます。ちょっともう一個いいですか？はい、皆さんも前職で多分壁にぶち当たることなんていっぱいあると思うんですけども、まあ、そういう時のこうメンタルでも結構ですし、スキル面でも結構なんですが、乗り越え方というか、こうどう皆さんを考えて突破していくのか、エピソードがあればそれでも結構ですし、私はそういう場合にこう考えてこう動くっていうものでも結構ですし、なんかそういう壁にぶち当たった時の皆さんなりの克服法みたいなのがあれば教えていただきたいんですが、ナミさんいかがですか？はい、ありがとうございます。もうおっしゃる通り、私も壁に何度もぶち当たったことがあって、まあ、例えば営業成績だとか、やっぱり営業成績が悪くて負のループにはまってしまうと、やっぱり人間関係とかお客様とかそういったところにも影響が出てしまうっていうので、かなり落ちていた時期もあったんですけど、そういう経験から私は落ち込んだ時は
一回自分の感情を認めるようにしていて、そうだよね、こういうことがあったから辛いよねっていうのは一応承認をしてあげる。その後にただ今置かれている状況っていうのは自分が引き起こしたことだっていう自責の念をしっかりと持って、そこからどうやってプラスに考えて行動していこうかなっていうのを自分でしっかりと整理して考えるように前向きに行動しております。素晴らしいですね、ありがとうございます。川崎さんいかがですか。はい、私もこう何度も壁に当たったことがあるんですが、ちょっと尊敬する方が何事もこう必然ベストというふうに言葉をおっしゃっておりまして、今置かれている状況はもう必然であって、それがベストな状態ということを常に心に留めておりますので、例えばこう成績が悪くって伸び悩んでしまったりとかすることも、今置かれているこの状況が次にこう跳ね上がる、伸びるために起こされた現象なんだなということを常に思っているので、結構そのあとは言霊っていうこともかなりあるかなと思っておりまして、やっぱりそれを口に出して言ってしまっていると引き寄せるかなと思っておりますので、常にこうなりたいものを想像したりとか発言することによって自分は絶対できるんだというふうにちょっと乗り越えさせていただいたりとか、あとはやっぱりこう落ち込んだ時の感情っていうのを絶対に無駄にしないようにちょっと記録に残すようにしておりまして、それがあった1週間後とかって大体もうケロッと元気になっておりますので、そういう繰り返しなんだなっていうのをこう自分の経験からいつも見返して乗り越えています。なるほどです、ね、切り替えも結構早い。結構切り替えも早いですね、ケロッとしてるなっていうのは自分でもありますね。鎌崎さんは気品がありますね。何ですか、こう自分をなんかメンテナンスというか高めてる、日々やってることがあるんですか。日々やっていることではないんですが、私のこう憧れている方がすごくこう気品があって、ずっとこうお稽古でピアノを習っていたんですけれども、その方が本当にもう奥ゆかしい方で、こうずっとこうなりたいなっていうのが小さい頃物心をついた時からあったので、結構それをこうイメージしていたせいか、近くにいたせいか、なんか近づけたのかなっていうのは。なるほどですね、なんかね、そんな雰囲気出てるよね、本当にもうね、なんでしょうね、食器とか集めてそうな、ね、あ、確かにたまたまかもしれないですけど、趣味が食器集めだった、なんか出てましたかね。出てましたね。出てますね。神様みたいについてましたね。食器集めてそうですね。こうちょっとね、高貴な感じするよね。いいですね。ちょっとブランドイメージにも合わせてまいりました。なるほどですね。そこも。そうなんです。素晴らしいですね。じゃあ最後。気品のある増田さんには、はい、ありがとうございます。そうです、壁にぶち当たった時はですね、まあ、僕の考え方として壁にぶち当たるっていうのはやはり前進してるなっていうのが考え方の根底にあります。前進してなければ壁にぶち当たることってまずないので、まあ自分成長してんなっていうのをまず認めてあげること、そこがすごく大事かなと思っています。そして壁にぶち当たった時の乗り越え方としては、やはり一番ポジティブでいること、はい、もうこんな壁、世の中のもっと苦しい人たちいっぱい見たら、こんな壁なんてちっぽけなんだっていう、もう君は普段からそういう感じなのか。そうなんですよ、そうなんだ、普段からもうこのままで、もうポジティブで元気で明るくてやらさせていただいております。なので、まあ、一番やっぱり明るくポジティブに、あとはまあ行動し続ける、行動しか変えられないので自分の人生はっていう思いでいつも壁を乗り越えてきました。いや本当にね、まあ、今回グループ面接ということで、はい、まあ、三者三様で考えてみて面白かったなって思いますし、はいはい、目的も動機もなりたい姿っていうのもね、今日聞けたんで、はい、あとはこのプロラボが求める人物像っていうのは素直で、成長意欲があって向上心のある人に、まあ、同志としてプロラボに参画していただきたいなっていうふうに思ってるんですけども、最後になんかそういうご自身の素直さだったり成長意欲があったり向上心があるようななんかエピソードっていうのをちょっと最後に聞かせていただけると思うんですけど、なんかありますか、都市性で。はい、私はもう本当に、まあ、
もちろん小さい時から嘘はついてはいけないというふうに育てられておりますので、自分にも素直に相手にもこう思ったことをやっぱり伝えないこうなんですかね、習慣っていうのが日本は多いなっていうのもありますので、思ったこととかその自分が感じたことっていうのは率直にこう常に伝えたりとか表すようにしておりまして、あとちょっと向上心というところは結構向上心の塊だなと言われることもあるんですが、例えばこう電車に乗っている時間とかも結構1時間ぐらいあるんですが、その時間でこう何かを得られないとすごくモヤモヤしてしまう。なのでこう日々何かをこうインプットし続けたいっていうのがあるので、こう本当に例えば5分とか10分とかの時間があったら何ができるのかなっていうのを常に考えて、結構1日のスケジュールの中ではこう移動時間に覚えることとかやることとか、寝ながらこう目つぶって考えることとかも決めているぐらい、常にこう今日より明日、明日よりこう1年後とか成長できるように努めてます。はい、はい、そうですね、向上心というところでいきますと、うん、僕向上心の塊でやらさせていただいてるんですけど、高校生の時にまず結構強豪校に入った時に一番最初にもう日本一になるぞ、このチームは日本一になるぞっていうことをずっと刷り込まれてるんですけども、うん、やっぱり日本一になった経験がそもそもないので、うん、言われた時に何言ってるんだろうとか、それ何ただの夢じゃないかって思うんですけども、うん、やっぱり3年後になってくるとそれが夢だったのが目標に変わってそれが現実になってくるっていうところを僕経験してるので、やっぱり高い夢とか目標とか向上心っていうのは本当に大切なんだなっていうのを身を染みて感じた人生だったので、もう今でもそれがもう刷り込まれてしまって、うん、高い夢とか目標っていうのは常に持ってるっていうのが僕でございます。太陽さんね。はい、ありがとうございます、はい、私も、向上心だと思っておりまして、エピソードとしては幼稚園生まで遡るんですけれども、うん、幼稚園のクラス、自分がいたクラスにまだ時計を読める子はいなかったんですね。これ一番に読めるようになったらかっこいいんじゃないかと思って、私はなんかその幼稚園終わって帰ってきて、テレビとかその幼稚園向けのテレビとかを見る時間をずっと時計を見てたんですね。ずっと時計を見て1秒ずつ針が動いてるところ、1時間ごとに針が動いてるところずっと見て時計が自分で読めるようになったっていう経験があります。すごい、はい、記憶力もいいんだな。はい、あとは美容が好きっていうだけで管理栄養士の資格まで取得したぐらい好きなことをとことん突き詰めるっていうような追求心もあるかなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はね、大体聞きたいことを聞けたんで大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます、はい、じゃあ私から最後、今日面接ご自身で振り返っていかがですか、金崎さん。そうですね、お伝えしたいことはお伝えできたのではないかなと思いますので、うん、ちょっとこれで落ちてしまったらもうそういう運命かなと思っておりますので、必然ベストだな、必然ベストですので私に悔いはございません、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。何歳はい、正直私は50点だなと思っております。お、はい、もっと御社への思いとか熱い思いとか伝えたいことはもっといっぱいあったんですけど、ちょっと緊張が勝ってしまって伝えられなかった面もあるので、その悔しい気持ちを入社させていただいて挽回できたらなと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ最後、はい、ありがとうございます。僕の魂で熱い気持ちっていうのはもう伝えきれない本当に思いはあるんですけども、うん、まあこの短い時間では伝えきれたかなと思っておりますので、私本当に絶対に力になりますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。では皆さん、本日はこれで終了とさせていただきますので、今日は貴重なお時間になりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では忘れ物だけないようにください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。
でした。お疲れ様でした。失礼します。いやー、疲れました。緊張しました。緊張した。まあ、そうだね。なんか久々でした、ね、この感覚は。ね、しかも社内のね。めっちゃ知ってる、ね。めっちゃ知ってる、ね。そうだよね。なんか変なやりづらさも。じゃあ結果、はい、発表します。そうですね。うん、じゃあ大から。いいね、うん、うん、はいはい、おー、増田80点、おー、100点、はい、おー、100点、はい、おー、はい、増田さんはもうタトゥー分ならタトゥー分で、なるほど、南美さんはですね、はい、めっちゃ良かったんですけど、はい、最後100点ですって自分で言い切ってほしかったなっていうところ、そんな人生になんなくてもっていう、なるほど、鎌崎さんはめちゃめちゃ良かったですし、僕一個ものすごい思ったのは、あのこっち向いて座ったじゃないですか、ちょっと斜め向いて、そういう姿勢ってすごく好きなんですよね、好き、話す人の気分っていうか、好きです、そういう姿勢なんでも、まあ、すね、おー、ありがとうございます、はい、僕はですね、はい、増田80点、並み100点、川崎90点と出させていただきました。おー、いや、あのみんなね、本当にすごいいいこと言ってたし、あの本当にこういう人たちが面接来られたら即採用なんじゃないかっていうぐらい、はい、間違いないです、ね、あの良かったんですけども、タトゥー分の20点キルと共通見解で、でもあのそういうね、面白いキャラクターがやっぱ営業では、営業ってこの人に合わせて役をこう演じてね、役に立つっていうところでは増田にはその将来性みたいなのをすごい感じました。で、七海は書籍読んでるとかね、この目的の話とか、入社してからとにかくこの分を取り返したいみたいな熱い思いがあるっていうところに、まあ、非常に期待できるなと思ってこの点数つけさせてもらいました。で、鎌崎もすごい良かったです。あの中枢に入りたいっていうね、そういう野心も好きだし、この両親のエピソードとかもね、すごい良かったです。正直ね、あの100点つけたかったんですけど、コーツ正直つけがたかったですよ。この動画の面白さを追求するとコーツ思いっきりつけたいと思うね、みんな真面目だったっていうことで、あえて点数つけるとしたらこういう結果になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。動画をご覧いただいた皆様いかがだったでしょうか。いろいろ傾向と対策これでね、得られるんじゃないかなって思いますので、プロラボは一緒に働く仲間同士を積極的に募集させていただいております。概要欄にも、応募ページ、載せておりますので、即クリックいただいて即ご応募ください。今すぐやってください。お願いします。皆さんのご応募お待ちしております。待ってます。